パッサロ・岬の開戦は1718年8月11日にシチリア王国のパッサロ・岬沖で正規したジョージ・ビング提督率いるイギリス艦隊とアントニオ・カスタネータ・フェルナンド・チャコン・両提督率いるスペイン艦隊の間の戦闘。戦闘は四国同盟戦争の宣戦線布告がなされる4ヶ月前に起こった。1718年。 スペインとイギリスの関係は緊張していた。1718年8月2日、新生ローマ帝国、フランス王国、グレートブリテン王国、ネーデルラント連邦共和国からなる四国同盟は、スペインにシチリアとサルデーニャ等の侵攻軍を引き上げるよう要求した。オーストリア軍の小部隊はメッシーナ近くでイギリス艦隊の助力を借りて上陸し、スペインが占領した。 メッシーナの包囲を始めた。スペイン艦隊のうち、戦闘に適する船は、戦列艦11隻、フリゲート13隻、急報艦4隻、河川2隻、ガレー船7隻であり、残りは倉庫や補給用の商船だった。スペイン艦隊は、四国同盟の最後通帳について知らなかったため、バラバラに航行しており、イギリス船を見かけても危険を感じなかった。そして、 イギリス艦隊が敵意をあらわにして近づくと、スペイン艦隊は二手に分けた。より小さい船と商船は近くの海岸に向かい、大型船はイギリス艦隊との戦闘に入った。ジョージ・ウォルトン艦長のカンタベリー、アーガイル、バーフォードほか四隻は海岸へ向かう船を追って、そのほとんどを打歩した。これらの打歩船はミノルカ島へ連行された。 4ヶ月後の1718年12月17日、フランス、イギリス、オーストリアはスペインに宣戦線布告、四国同盟戦争が勃発した。オランダは1719年8月にスペインに宣戦線した。オーストリア軍はスペイン軍の妨害をはねて、翌年にメッシーナを奪回、港に残っているスペイン戦をすべて破壊した。これにより、 スペイン王フェリペ5世は1720年にハーグ条約で四国同盟の要求を受諾せざるを得なかった。ビングは勝利したことでイギリス王ジョージ一世からご褒美をふんだんに与えられイギリス代表としてイタリア諸国と交渉する権利を与えられた。1721年にビングが帰国するとグレートブリテン王国リアアドミラルの名誉職を与えられベッドフォード州における サウスヒルのビング男爵とトリントン死爵に除された。また数密院の議員にもなった。戦闘で打歩した船のうち、プリンシペデ・アストゥリアスはもともとイギリスの80門館、カンバーランドであり、1707年にフランスに打歩された後スペインに売却された。パッサロ岬の海戦の後はオーストリアに売却された。1731年、イギリスは、 ミノルカ島に置かれたままのナホ船の返還を提案したが、すでにボロボロの状態だったため破棄された。2012年、シチリア島の南東のアーボラ沖でナンパ船が発見された。船から引き上げられた大砲により、ナンパ船がイギリス船であることが確認され、パッサロ岬の海船で沈没した船の一石である可能性が高いという。このナンパ船の位置により、 戦場の正確な位置が判明した。ありがとうございます。